国民の信頼回復のため、火の玉となって自民党の先頭に立ち、取り組んでいく。昨年12月、臨時国会の閉会に伴い行った記者会見で自民党の派閥による政治資金パーティー収入の裏金疑惑をめぐる政治不信の払拭についてこう語った岸田文雄首相66そこから5ヶ月が経とうとするが、信頼回復の兆しは見えていない。 4月に行われた衆,院3補欠選挙では衆議院東京15区島根1区長崎3区のいずれも立憲民主党が勝利し自民党は候補者擁立を見送った選挙区を含め全敗となった共同通信社が自民党が唯一候補を擁立した島根1区補選で実施した出口調査によると 投票の際、自民の裏金問題を、どの程度重視したかとの質問に、大いに重視したと回答したのは40%、ある程度重視したと回答したのは37%で、計77%に上ったという。その結果の敗戦ということであれば、裏金問題による自民党への不信は、未だ根強いと言っていいだろう。また、日本経済新聞社とテレビ東京が4月20、 そこで今、信用できる、信用できない政治家は誰なのか。20から60代の男女1000人を対象に、セルフアンケートツール、クワイクモを利用して調査を実施した。今回は、信用できる政治家として、名前が挙がった人の結果を発表する。3位に選ばれたのは、令和新選組の山本太郎代表、49。裏金問題については、 1>, 1月の会見で、もうとっと逮捕しろなんですよ。一般の人らで3000万円以上隠し金を持って、納税もしなかったってなったらどうなりましたかってことですよ。永田町にいる汚いおっさんだけ免税なんですかと述べるなど、厳しく追及する姿勢を見せてきた。そんな山本氏には、国民に寄り添って、意見を述べ実行に移そうとしているから。 ちゃんと庶民の方を向いている、国民目線での答弁をしているなどの声が寄せられている。令和新選組の公式 YouTube では、国会での質疑の様子などが公開されていて、これらの動画が X で拡散されることもしばしば、どのような発言をしているのか、支持者が把握していることが信頼感につながっているようだ。2位に選ばれたのは、 自民党の石破茂元幹事長、もともと人気が高く次の首相にふさわしい人についての世論調査では1位に選ばれることも多い特に自民党の派閥をめぐる裏金問題によって派閥に属さない石破氏の評価は大きく向上したようだ誠実そうだし問題も起こしていないから言葉に誠意と説得力があるのでなどのコメントが寄せられた ドットリーク選出の石橋、今回の補選では島根1区から立候補した新人錦織功正氏の応援演説を行っていただがその応援で自民党を取り巻く現実を目の当たりにしたようだ4月29日に出演した「真相ニュース BS 日テレ」では地方の人が今の政治に違和感ずれを感じていると実感したとコメント 地方の声として株価が高いのはめでたいが地方で実質賃金は上がりましたか株が高いってことは日本の経済がそんなにいいっていうことを意味しますかそれは地方にとってどうなんですかみたいな地方の実感と違うことが懸念されていませんかって言うそういう思いを島根に限らず全国の地方が持っているのではないだろうかアベノミクスとは一体何だったのか 有権者の声を認識していると明かすことも信頼感の醸成につながるのかもしれない。そして第1位に輝いたのは自民党の麻生太郎副総裁83。過去には漫画好きとしてオタク層からの支持を得たこともあるが今年1月にも上川陽子外相に対するおばさん 美しい方とは言わない発言で炎上するなど数々の失言が波紋を呼んできた人物でもある実際信用できない政治家ランキングでも2位にランクインしているしかし意外にもある意味裏表がない本音を言ってくれるためと歯に衣着せぬ発言がむしろ信頼できるとする声が上がった裏表ないという点ではそうかもしれないが 麻生氏の発言には、歴史認識の誤りや偏った点もあることには、留意が必要だろう。祖父は、吉田茂で、父親は、元衆議院議員で、九州電力の会長をも務めた麻生田が基地。大金持ちの家計を持つ麻生氏は、19年の副総理時代に、自分の年金を、心配したことないと発言するなど、庶民感覚から程遠く批判を受けることも多々だ。 だが昨今の裏金問題に影響を受けてかその裕福さを信用できる理由に挙げる人もいたそもそも汚いことをする必要がないという余裕を感じるからと逆に信頼できるというのだ裏金問題の反動から資産を持っている人が政治家として信頼できる状況になるというのは非常に皮肉なものである自由回答で行った今回のアンケート 実は、今回最も多かったのは、信頼できる、政治家はいないというものだった。株式会社社会調査研究センターが、今年2月に実施した調査によると、日本の政治を、信頼していないと答えた人は74%に、上ったという。これらの回答をした人に、あなたの政治不信が向けられているのはと尋ねたところ、すべての政党、 政治家が54%となっていた。裏金問題に見舞われた与党だけでなく、野党も厳しい現実を直視しなければならないようだ。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。セルフアンケートツール、クワイクモは、インターネットを使った調査ツールである。そこで、この信用できる政治家ランキングや、信用できない、 政治家ランキングの回答者の母集団の属性としてはネットによくアクセスする比較的若い世代が多いということが想定されるそうした回答者の属性に対して一定の留保が必要ではあるがしかしながら電話調査ではあまり拾うことができない比較的若い世代の声を中心として拾ったということでは意味があるつまり 政治に関心のある若い世代にとっては、表裏がなく、物事を、はっきりと言う、そして時には炎上も辞さない。そういった政治家が信頼できるものであるということになる。ネット政治の一つの特徴として、わかりやすいことが挙げられるが、それを端的に表していると見ることもできる。もうこの手の記事は読む前に、発信元を確認してる。あ 女性自身ね。とんでもない、皇室記事もどきや、韓国来産記事を危機として書き散らかしてる、味ラ週刊誌。時間の無駄ですね。でもさすがに、プロだけあって、煽りが、うまいや。山本太郎さんと、石場さんそりゃないだろううん。で一位は誰そもそもこの二人より信用できる、できない政治家など、を早々はいないだろうに。新次郎じゃ弱いし。 載せられて最後ままでで読んでしまった麻生氏は財務大臣になる前は財政について結構まともなことを言っていました山本太郎氏が積極財政を説く時に麻生氏の過去の発言を引用するほどですそれが財務大臣になった途端財務省の緊縮増税路線に取り込まれてしまいました信用のおける政治家というのは 財務省や経団連などの既得権益に惑わされる取り込まれることなく庶民を思い庶民のために本当に必要な政策を立案し実施しようとする人だと私は思います